ニューヨーク州のクオモ知事は15日、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、連邦政府は軍を活用すべきとの認識を示しました。ニューヨークタイムズに寄稿したもので、クオモ氏は今後、病床の不足が懸念されるとして、軍の基地を一時的に医療施設として活用することなどを提案しました。一方、ニューヨーク州では新型コロナウイルスの感染者が700人を超えました。 感染の拡大を受けてレストランやバーなど生活必需品の販売以外の店舗の休業を求める声も上がっています。